はい、開始しました。では、今日は、コンテンツ周りの議題として、お品書き、メニューページ、メニュー、スラッシュメニューですね、を、特定の別の投稿タイプにするのか、そのままブログ、レポートとかと同じ形式で、進めるのかっていうのをまず一番最初に決めて、で、それが決まったら、それ以降は開発チームというか、開発する人たちでの、黙々会なのか、作業、開発環境構築会なのか、みたいな感じの話し合いになっていくかと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう、方向性としては、多分、どっちをどうコピーするかっていう問題が、昨日出た最後の議題だったかな。昨日ですよね。昨日ですよね。出たやつですね。お品書きページを毎回毎回コピーしていくのか、それとも、お品書きをページをコピーして、レポートページを作成するのかのどっちか。で、どっちがいいかによって、で、お品書きページを次々とコピーしていって、レポートはそのまま、内容を写し込むっていう形式で問題ないのであれば、投稿タイプを作成する。お品書きからレポートを作成する、コピーして作成するっていうのであれば、同じ投稿タイプにいるようにするっていうような区分になってくるかなっていうふうに思います。で、実は、もう一個だけ、飛び道具的な考え方を思いついては実はいまして、投稿タイプを別にしといて、お品書きの投稿タイプにだけ、クイックメニューか何かに、レポートを作成するっていうボタンを一つ追加して、すご投い。稿タイプごと変更してコピーするっていう めちゃくちゃこう飛び道具っぽいですけど、一応理論上可能だよなっていう方法も一応思いついてはいます。すたごい。すごい。だ、まあもちろん開発コストがその分発生はしてくる何でもできる。なるほどでっていすうね。感じはあるかなと。はい。はい。私ちょっとお品書きとレポートについて考えてみて気づきがあるので、シェアしてもいいでしょうか。お願いはしい、お願いします。ます。はい。じゃあ画面を共有します。これは、お品書きの内容とレポートが今後どうあったらいいかっていうのを考えたものなんですが、なんかお品書き今、タイムスケジュール順に内容がガッと詰まってるんですけど、なんかもしそれをちょっと簡略化して、今これ例みたいに作ってみたんですけど、初めにっていうところで、今日のプログラムと WP-Zoom マップの案内と専用のリンク。で、本編には、そのセッションの内容と、スピーカーの案内と、そのセッションの中で使うリンク。で、締めは案件のとのお願いと告知。とかっていう感じで、なんだろう、余計な説明を入れなくて、余計なっていうか、今、さよこさんが、別に切り出そうとしてくださっている、やつをもう入れなくて、エッセンスだけ、必要なものだけどんどん並べていくと、こんな感じになるんじゃないかなと、思いました。で、まずそれでいいよっていうことであれば、ここのお品書きの部分っていうのは、こういう構成になるかと思います。導入があって、最初のスライドと、WP-Zoom マップの案内と、進行プログラムですね。で、本日専用のリンク。で、それから登壇者情報とか、セッションの情報があって、締めで、アンケートと、次回の告知と、懇親会の案内、みたいな感じになるんじゃないかと思って、で、これを、そうだな。で、レポートは、今まで通り、大体今まで通りというか、この前、ミーティング、昨日の朝、ミーティングでやったものの、目次はこんな感じでした。で、このお品書きとレポートを見比べると、なんかこう、同じ、かぶってる情報は多分、この3つぐらいだったんですよね。
で、多分、で、その中でも、この WPs マップのご案内とかは、もういつも同じものなので、変える必要もなくって、で、登壇者情報っていうのは、なんかこう、再呼び出しする仕組みを今考えようとしてるんですよね。なので、これはコピーする必要はなくって、って考えると、なんか本当に純粋に使い回してるのは、この次回予告だけなんじゃないかっていうふうに私は思いました。なので、なんかもうそんなコピペ問題はほぼ発生しないんじゃないかっていうふうに、思いました。皆さん、どうですか？コピペっていう意味では、そのお品書きはお品書きでコピペをして、レポートはレポートでコピペをしてるんだけど、うんうん、お品書きからコピペっていうこと、お品書きから、うんうん、レポートにコピペっていうことを考えると、うん、その次回予告ぐらい、その、まあ、細かく見たら、まあ、細かいところはもちろんあるにしても、うんうんうん、大きいところで言ったら次回予告ぐらいしか多分コピペはしてないっていうことだよね、うん、あ、そうです、そうです。で、登壇者情報はコピペしてましたね、うん、私も、うん、で、登壇情報はその今度登壇者を投稿にしてそっちのデータを入れるっていう風になったとすると、それの呼び出しのブロックがあればいいだけだし、で、その次回予告も一平さんが作ってくれたコンパスのブロックがあれば、それを埋め込めばコピペそのものはいらなくなるので、それで考えるともう完全に分けちゃって、で、その毎回使い回すところはもう完全にその再利用ブロックにしちゃって、うん、このどこでも呼び出せるようにすればいいし、その似たようなところは、まあ、もしかしたらその例えばテンプレート、お品書きはお品書きでテンプレート作っといて、レポートはレポートでテンプレート作っといて、で、セッションと座談会でまあちょっと形式変わるじゃないですか、そうなんですよね、書き方が、うんうん、それぞれのパターンのテンプレートを、うんうん、お品書き側とレポート側で用意しておいて、うん、で、まあ、それをコピペして、で、まあ、そこにこうボコボコ埋め込んでいく形にすれば、うん、まあ、もしかしたら完全に切り離しちゃってもそんなに手間ではないのかも、うん、そうですね、うん、っていう気が今聞いてしました、うん、はい、ありがとうございます、うん、まとめてくださって、うん、私もそう思います、うん、自分もともと作るときはレポートをコピー、前回とか前々回、うんうんうん、セッション会だったら 全セッション会をコピーして、あと、まあ、登壇者情報とかは今後はその貯めていくんだったら登壇者情報だけそこから引っ張ってくるとかすれば、お品書きとレポートは切り離してもいいと思います、うん、必要な情報だけ、まあ、貯めるとか裁量ブロックにするとか、その部分だけお品書きから引っ張ってこれたらいいかなと思います。そうですよね。あと、まあ、サイトから、うん、あ、ごめんなさい、あ、いい、どうぞ、あ、どうぞどうぞ、あ、すいません、サイトからサイトでリンクするとか、サイトからを見てもらうだけで済むものは、まあ、それでも利用、それを利用してもいいし、まあ、サイトにもあるけどやっぱり載せた方がいいというところは、まあ、もうひな形で作っておいてもいいかなと思いました、うん、あ、佐伯さんどうぞ。あ、いえいえ、で、そのそれぞれをこうばらして組むというか、そのお品書き、まあ、今はお品書き固定ページで作って、で、まあ、それをこう入れ替える形にしてますけど、そのなんだっけ、スノーモンキーのスノーモンキーエディターの、うん、その例えば管理者だけにしか見えないブロックとか、だからそういうのでその次の文を作っておくとかっていうふうにすれば、多分ページ今のメニューのページだけずっと使い回すとかでもありかもしれないし、まあ、もしかしたらそのテンプレートから新たに作ったのをメニューに差し替えたら、その前のメニューはもう削除しちゃうでもいいかもしれないし、そのわざわざ貯めて、結局そのアーカイブしないんであればわざわざ貯めておく意味はないと思うので、で、逆に
レポートは何度も見返したいじゃないですか、うん、っていうことを考えるとレポートは投稿にしといて、で、お品書きは今の固定ページのままっていう運用で、そこの部分はもしかしたらそれでいいのかも、うんうんうん、そのレポートを投稿タイプ別のにするのか、今みたいなその投稿のままで運用していくかはまたちょっと検討の余地はあるかなと思いますけど、うーん、どういうことを考えたらいいですか、その検討するときにどっちでもいいというわけではない感じですか。例えば、うん、なんだっけ、今その投稿にレポートじゃないものが入ってるじゃないですか、うんうん、だからそれをどう分けるか、うんうんうん、例えばそれだけを投稿に残しといて、今投稿の中でレポートになっているものを全部別の投稿タイプに書き出すっていう方法ももちろんありますし、その今と同じように全部投稿で運用しといて、で例えばカテゴリーレポートっていうのをつけといて、で例えばトップページの、あのレポート一覧なんかのところはそのカテゴリーだけを呼び出す、うん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 、すれば、まあ運用上はまあどちらでもっていう気はするんですけど、あとはその管理上、そのどっちの方が管理しやすいとか、多分それぐらいで、お仕事だったら多分そのリダイレクトどうしようとかっていう話に多分なると思うんですけど、うん、現状だったらそのままザクッと変えちゃっても、うん、そんなにそんなに問題になることはないかなっていう気はしますね。なるほど、ありがとうございます。はい。そっか。となんか検討するようなところってあるかな。多分そこのでいうと検討するところってそれぐらいなのかなっていう気がするので、で今の話からいくと、その当面運用はその今と同じレポートは、まあ、投稿、まあ、投稿タイプ変えるかどうかまたちょっと次として投稿の形でやって、お品書きは現状のままという感じでいいはずなので、でその格好で、グローバルメニューとかを考えればそれでいいかなっていう気はしますね。良さそうでしょうか。気がします。お品書きを私は作ったことが多分一回もないのであれですけど、前回のあの座談会の時のあのお品書きってどうやってたっけって振り返りたくなることってないですか、うん、ああなるほど。あ表には見せないけど私たちの運用の問題で、もしそういうのがあるんだったらどっかに残っててほしいなっていう気持ちはあるんですけど。あなるほど、まあ、それはでも確かにそうかな。結構僕も前の方に戻ってて、前の時どうやって書いたっけとかって確かに戻ることはあったりはするので、あったらあったでいいかな。内部的なものとしてね、外に流さないようにして、ね、あると、はい、そうかそうか。まあ、でもなんかあればあったで出してもいいんじゃないかなって。あ、そうか、見せてもはい、そうですね、検索で迷い込んで勝手に見られる分には、うん、あ、じゃあ投稿で
お品書きも投稿であってもいいのかもしれない、うん、固定ページではなくて、はい、あ、そっか、それで URL が変わるかどうかって問題でしたよね。それでいくと、その前言ってたみたいに、メニューっていう固定ページの中に、その投稿タイプメニューかなんか、まあ、投稿タイプはちょっと名前変えなきゃだけど、それの最新の1記事だけを表示するっていうふうにしておけば、必ずその最新のお品書き1個がメニューの中に表示されるっていうことはできるので、それはカテゴリーで指定することもできるんですか？まあ、カテゴリーでもいいし、投稿タイプでもう完全に分けちゃってもいいし、うん、なるほど、できますよね。ただその先々とか、まあ、今もそれこそ固定ページが70何ページあるうち、うん、多分半分ぐらいお品書きなんじゃないかなっていう気がしていて、半分以上だと思います。答えが早い。今はすみません、チャットとかか、あと UD トークとかチャットログですね、うん、あ、そっかそっか、なるほど。そういうのと、うん、例えばじゃあレポートが同じ投稿タイプだった場合って、多分それこそ管理画面結構ぐちゃぐちゃな感じになると思うんですよ。もちろんそのカテゴリーで絞り込んでは、うん、できるはずなので、それで絞り込んで表示するはいいと思うんですけど、うん、そこはで、例えばじゃあお品書きを今固定ページになってるやつを全部投稿に移行しようってなった時の手間は多分どっちも一緒だと思うので、後々見るときに投稿タイプ完全に分かれてて、メニューからこうどっちが見たいってこう分けられた方がいいのか、投稿で一回ガサッと全部出た後にカテゴリーで絞り込んでお品書きを見たいのか、そのレポートを見たいのか。で、さっき言ってたみたいに、例えばお品書きからレポートにコピペするだったりとか、それを元にして変えていくとかであれば、同じ投稿タイプであるメリットはすごくあると思うんですけど、そこがそんなにないってなると、管理上というか、こう直感的にパッとそこに行けるっていうのを考えると、まあ、もしかしたら投稿タイプ完全に分けちゃって、お品書きっていう投稿タイプとレポートっていう投稿タイプと、まあ、それ以外の残っているやつは普通の投稿ってするとかの方が、その直感的な管理はしやすいかも。例えば、まあ、今はまあほとんど僕らがやってるからいいとして、これからじゃあ運営の人が増えていって、でじゃあ今後じゃあ新しい誰それさんにこれお願いしますねとかってなった時に、うんうん、まあ、そういうの分かれてた方が、まあ、初めて触る人もやりやすいのかなとは思いますね。いや、本当ですね。なるほど。じゃあカスタム投稿タイプでお品書きはいで言っていただきましょうか。で、そこで投稿した最新の1記事がスラッシュメニューに常に出る、うん、公開ボタンを押したらもうメニュースラッシュメニューに反映される、うん、みたいな運用、うん、うん、すごい、そんなことができるんですね。じゃあカスタム投稿タイプはお品書きとレポートで、レポートもでしたっけ？レポートは通常のその中の、レポートカテゴリーかな、うん、あ、わかりました。どっちでもいいとは思うんですけど、どっちがいいですかね、うん、さっき言ってたレポートじゃない投稿もあるじゃないですか。いわゆるお知らせみたいなのは多分今後も増えることはないだろうと思うんですけど、うん、あとは今割と僕のお品書きとか割とやっつけな感じがあるんですけど、例えばこれをちゃんとウェブサイトもちゃんと運用していこうっていう形になって、なんかどんどん情報出していくようにしようとかってなった時に、投稿タイプ分かれてた方が、もしかしたらレポートとそういうそれ以外のお知らせっていうものとが分かれてた方が、まあ、
管理はしやすいのかなという気はちょっとしますね。なるほど。ただめったに更新されないですね。まあ現状それなのであんまりその今それを言ってもっていう気もしないではないんですけど、だからその後になってからまたじゃあやっぱりこれあの今投稿にしてたけど別の投稿タイプにしようっていうと結構二度手間にはなってしまうので、もしやるんであれば、まあ、その今回ガサッとやろうかっていう時にいっぺんにやっちゃった方がいいかなっていうのと、あとはまあその分もちろんその手間はかかってしまうので、そのリリースまでまあ言ってもそんなにそんなに日がないので、そこの手間とのバランスをどうするかっていうのはちょっとありますけど、うん、なるほど。例えばこれから投稿する可能性があるとしたら、クラファン始めましたみたいな記事を投稿するかもしれないじゃないですか、うんうんうん、それを投稿するときどの投稿タイプでトップページのどこを押したらそれが見えるのかっていうので、今なんかレポートしか表示がなかった気がするので、うんうん、そういうお知らせを投稿したときどこに見せましょうか。なんかニュースとかお知らせみたいなメニュー作りますか、トップに。ね、うんうんうん、ただ更新頻度が年に1回あるかないかみたいな日付が去年とかになっていくかもしれない。なんか必要な時だけ出すそのメニューとかでもいいかなと思うんですよね。本当だ、なるほど。1年に1回だったらもう例えばその記事の効果が薄れた段階で1回ブロックは閉じちゃって、うん、もう1回何か書いた時に開けるみたいな、うんうんうんでもいいのかなってはそこは思います、うんうん、なるほどなるほど、うんうん、すごい良さそう。普通のウェブサイト、僕が提案するときのウェブサイトの場合は大体いつもそのあたりはきっかりこう投稿タイプ分けといた方が整理されて使いやすいですよとはやっぱ言うんですよね。うん、なるほど。あ、そんな感じで、まあ、もちろん運用に最終的には合わせるんですけど、いや、このメンバーならトップページいつでもいられるのと思うので、投稿タイプじゃあ分けていただきましょうか、せっかくなので。お知らせ、お知らせ投稿タイプ、今お知らせ投稿タイプを作成するのか、うん、よっぽど、レポート投稿タイプを作成するかですよね、うんうんうん、投稿をお知らせとして使ってっていう、うん、それはカテゴリー分けではない方がいいかな。ブログのカテゴリー分けではない方がいい、投稿タイプの方がベスト。どっちでもいいのかな。そのトップページに見せるときにこの投稿タイプの最新の一件を出しますってするのか、このカテゴリーの最新の一件を出しますっていうのかだけかな。あとはその一覧ページ、こういろんなものが混ざって見せるか、見せることないのか。うん、まあなかなかないとは思う。大丈夫か。まあ、あとはその外に見せるのと、あとその管理画面上の話ですよね、うん、管理画面で分かれてた方がどうかっていう、うんうん、お知らせの最新の一件すぐに見つかるか、レポートの中に埋もれてどこだったっけってなるかっていうくらいですかね。前回の投稿どこ行ったっけって前回のお知らせどこ行ったんだろう。まあもちろんカテゴリーでね、はい、抽出すればいいっていう前提はあれど、多分本当そこは運用メインで、そのそこを運用する人たちが多分どっちが使いやすいかなの世界かな。多分作りとしてはどっちも変わらない。システム側も投稿タイプが1個増えようがまあまあぐらいの感じだと思うので、うんうん、じゃあちょっとお言葉に甘えて投稿タイプを送ってもらえたら、うん、
21かな。今一番注文していいタイミングですもんね。使い倒していいタイミング。なんかどうしてもなるべく増やしちゃいけないってバイアスが自分の中であるんですけど、なるべくそんなに複雑に作っちゃいけないかなって、ちょっとついつい思ってしまうんですけど。そうですね。なんか私がもうそう、割とカスタム投稿タイプ使わないでやろうとするのは、なんかお引越しの時にめんどくさくなるっていうのと、うん、今検索結果ってカスタム投稿タイプってそのままで出るんだっけ？いや、出ないです。含めないといけない。含めないといけないとか、なんかそこら辺の手間を、はい、まあちょいちょいかかるっていうところで、なんかカテゴリーで済ませちゃうこととか。はい、わかります。なるほど。検索結果はね。はい、ただ、その辺もうまいことやってくれる人たちが今回いるっていう。今はいる。てか今、サイトの中にサイト内検索ってありましたっけ？ない、なかった。作るんじゃないのかな？作んなかったっけ？今、多分サイトマップには検索はなかったんですよね。そうか、ワイヤーのタイミングであるんです。うん、あであれば、そうかそうか。いやまあ別にあの投稿タイプを検索に含める含めないもそんなにてます、ね、そうだね、やって、はい、やってもらえると思う。一行二行書くぐらいなんで、はい、忘れない、ね、忘れないということさえできている。もうプラグイン入れてもいいですしね。そういう、そうですね、プラグイン任せにしていくっていうのも一つの手だと思ってます。私は普段の仕事ではしないですけど、うん、こういうふうな場合にはプラグイン任せにしていくところもあっていいのかな、うん、なので今回投稿タイプの追加ももうプラグイン使おうかなと思ってるので、うん、ああ多分その方がいいと思います。あの、うん、そう管理しやすい、属人化しちゃうんでですね、うんうん、あんまり誰かがゴリゴリ書いちゃうとその誰かしかメンテできなくなっちゃうので、うん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 、プラグインみたいな汎用性のあるものだったら、うんと先になってもきっと誰かはメンテできるはずなので、あとから理解できる感じですね、うん、画面を見ながら理解できる。あ、もうワードプレス本体の更新にもこうきちんと対応していけるっていう 強みもあるので、私意見としてはイベントの詳細が現状投稿で使われてて、その投稿のカテゴリーとタグを使って一応分類がされているということと、その URL がおそらく Google さんに多少なりともインデックスされているので、可能ならその URL は残したままの方が楽じゃないかなと思っていて、でお知らせをもし分けたいとすれば、お知らせ側を投稿タイプとして新しく作る方がいいんじゃないかなってちょっと思っております。 ありがとうございます。いいと思います。それは僕は、うん、そう思います。それ言われてそうだなって思いました。さすがです。からだったら多分レポートが別だとは思うんですけど、もう現状が動いてるんだったら、うん、確かに。でそうですよね、そのお知らせ系は記事数が少ないので、最悪リダイレクトも HT アクセスとかの追記はそっちの方が件数は少ないので、うん、楽ですね。図書館にいる人5人っていう図書館大人気すごい、みんな集まってるみたいなんか同じ部屋で同じ部屋で黙々通う。あ、じゃあ投稿タイプの設計をこれでいけそうですか、ね、そうですね、投稿タイプはいけそうですね、はい、それ、うん、あ、すいません、投稿タイプはお知らせを作って今までのレポートとか以外のものをそっちに持っていく。で、レポートと、お品書きは普通の投稿タイプでカテゴリーで分けるということになる。お品書きも、カスタム投稿タイプに、うん、なるほど、お品書きもカスタム、
品書き、お知らせっていうカスタム投稿と、はい、あと登壇者っていうカスタム投稿。あ、そうだった。3つ。はい、登壇者。はい。だからカスタム投稿は3つ作成することになるってことですよね。ですね。はい。これ、画面見えてます？はい、見えてます。ここ、まあ、普通のページであるところがだーってあって、で、イベントが投稿っていう投稿タイプ、ポストですよね。はい、で、イベント詳細がシングルとしてあって、カテゴリーとアーカイブがあります。なので、これがひとまとまり。で、次の投稿タイプがお品書き、お品書きっていうメニューがあって、で、それの詳細にお品書きが紐づいていくけども、一件だけ表示しますよって話。で、ちょっとログ飛ばして、登壇者一覧は登壇者一覧で、スピーカーっていう投稿タイプで、登壇者一覧がシングル。で、お知らせはお知らせで、ニュース？インフォ？うん、まあ、まあ、ニュースでいいんじゃないですかね。ニュースっていう投稿タイプ、うん、だとして、ログどうします？ああ、ログ。ログたち。忘れてた。ログたち。打ち合わせの中になんかログを混ぜるっていう。でログはログで別の投稿タイプにしといて、なんかアタッチするのがいいんじゃないかみたいな話も伝えてる、うん、そうですよね。で、ログはイベントの中に親子階層を作るみたいな話もあったりとかあったと思うんですけど、イベントの親子階層化すると結局アーカイブページがお茶ってするか、ね、お茶つくので、まあ、そこのカスタムをすればいいんですけど、もちろん確かに一階層目しか子供を出さない、子供を出さない一、うん、階層だけ出すっていう、なるほど、アーカイブページです。あとここぐらいです、なるほど、ここも、うん、多分僕の想定が甘くなければそんなにその別途作ることは難しくはない。ただ、表示するときの考え方は一緒だしな。あ、でもなんかログ自体を、ログの親っていうのは何も空っぽで、中身、紐づいてる子供をただ表示するためのブロックになってるみたいな話って出ませんでしたっけ？そんな話でしたね。ってなると、あ、まあ、コマゴを作ればいいっていう考え方はあれど、そもそもでもあれですよ。あ、そうか。メニューじゃない。そうか。レポート自体をヒエラルカルタイプにすればいいだけか。コマゴ管理と別投稿タイプ管理がどっちが楽かっていう話ですね。うん、どっちがいいだろう。あとはもう分けない。もう自投稿の中にもう長くなっても詰めちゃう。うん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 。ページ自体も分けない。全部一緒にするとすっごい重たくなっちゃって開けないみたいな話で分けるようになったんですよね。そこが解決できれば、もう全部一緒でもいいですもんね。重い問題は多分解決はできない気がするんですよね。そっか、ありがとう。まあ、レイジー労働的な何かを入れるっていうのは一つかもしれないけど、それでも読み込んでしまえば多分重いので、うんうんうん、なんか前テキストチャットを貼り付けたのとどう貼ってたんでしたっけ。なんかその中のリンクを読もうとしたりするんですよね。ツイッターはツイッターカード出そうとしたり、うんうん、YouTube リンクは YouTube カード出そうとしたりして重くなっちゃって、うんうん、でもなんかテキスト生のテキストのまま貼れる、うんうん、ブロックにしちゃえばちょっと軽いのかなっていう気もします。うん、あれ勝手に展開されちゃうっていう問題があるんですよね。そうなんです。そうなんですよね。そう、引用ブロックの中身が勝手に展開されてしまうっていう、うん、グーテンベルクっていうかブロックエディター自体のバグなんですよ。
あの純子さんがすごい直してほしいって言ってるけど、はい、なかなか直らないっていう私も一回中身を見てうんこれは僕には無理と思ってこう閉じたっていう複雑らしいそう複雑なんでのまま残ってますバグだっていうことは認めてもらえたけど、うん誰も対応しない、まあ、多分プライオリティもそんなに実は高くなくて、うんね、あの引用の中にそういうのが入るっていうのが結構珍しいあのレアパターンだから、うん、っていう扱いでその、うん、展開、うん、なんですよね。だから解決は結局しないんですよ現状そこの部分について、うんうんって考えると、まあ、分けるのが現実的ですよね、きっと。うん。うん、1ページにしちゃうと、多分相当重いことにやっぱりなっちゃうので、現状のままだと。うん、そうすると、その、でもあれですよね、レポートって投稿のままなんですよね。うん。投稿のままだったら、ヒエラルキーからできなくないですか？あ、できましたっけ？できやろうと思えばできる。できるんでしたっけ？やったこと投稿はさすがにやったことないな。あのカスタム投稿タイプはあるけど、あのカスタム投稿タイプとかと一緒で投稿タイプを登録するときのフックに書き換えのフックをあのフィルターを入れてあげると何でもできます。あのよっぽどこうあれですよ、アーカイブページ持たせることだってできます。うバグるけど、バグる時があるけど、あのプラグインが邪魔する時がありますね。他のプラグインでそれは想定してないみたいな動きになっちゃうことはあるので、そこまでトリッキーなことをしないって考えると投稿タイプ分けても別に悪くないのかなっていう気はしますけど、うん、うん、そうですね。その、ヒエラルカルにしてしまう方が僕的には危険かなっては思います、うん、経験上。で、ログっていう投稿タイプを作って、で、そっちを親子にしといて、うん、親はイベントの紐付けのためだけにあって、うんうんうん、で、子に、子が2つあって、チャットのログと、UD トーク。のログが、あれもう一つ何かありませんでしたっけ？ あれだ、スライドゥの、スライドゥの、それでいくと子が3種類、うん、タクソノミなんか、まあ、タクソノミカテゴリーログタイプみたいな、うん、でそれでその3つをそれぞれつける、うん、ような感じ。うん、そう作るのはいいけどデータをそっちに移すのみんなの人海戦術でやらんとできないな。私前メガネさんがおっしゃってたテキストファイルそのままリンクでいいじゃんっていうのはすっごくありだと個人的には思ってるんですけどあもうそこまでお手間をおかけするぐらいならリンクボタンにもリンク先が、うんうん、メディアアップロードでアップロードしたドットテキストでいいじゃんってちょっと思ってはいます、うん、はい、うん、うん、そうですよね。それ なんで却下されたんでしたっけ？あ、リンクがリンクとしてアクティブの方がいいかなっていうのがちょっと、うん、あ、はい、出てたと思います。じゃあ今の、うん、あのチャットログデータを見に行ったらリンク貼れてないところもあったりしたんです。あ、そうなんですね。あの一時期あのなんだっけ、スライドじゃないや、あのズームのチャットがリンクになってない時のがあって、うん、それとかっていうことではなくて、うん、どうだったかな。か、貼り付けの仕方であれですよね、リンクがつかないとかっていうのもあるので、なんかシフトをしながら V をしちゃうとみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい。
なるほど。そういうのもあるのか。あ、わかんないですけど、あのブロックエディター側にそんな機能あったっけって今 思いながら喋ってますけど、そういう可能性はありますよね。なんかつかなかったっていうのでは。あと差があるとしたら、そのよくよくインデックスされる Google に認識されるページとして1ページ持ってたいかどうかとかですか。あ、なるほど、そっか。有利トークについては結構精度が低いので、精度、有利トークはあのが悪いんじゃなくて、あのマイクが1本なのでなかなか聞き取れてないっていうのがあるから、なんだろう、その検索には影響がないし、多分それを参照しようとする人も文字でそのまま見えてる必要はなくて、ファイル、どれを、それを本当に見たい人は、なんだろう、ファイルで落としてみるとかになるんじゃないかなと思うから、まず一つ UD トークはファイルアップロード形式でいいと思いました。なるほど、なるほど。で、チャットログもなんかそのままリンクを押せるのがいいということなんですけど、やっぱなんかそのリンクがどこで出てきたかっていうのはやっぱ探さないといけないから、なんかすごい本当に有用なリンクがめちゃくちゃ出てるとかだったら、ちょっとレポート担当の人が頑張ってそこだけ残してあのファイルの外に出しとくっていう感じ。あ、でもそれだと手間が増えて大変なのかな。でも本当に見たい人は別にコピペしますよね、もう URL、コピペって、ブログで見に行くと思うので。今ちょっと私、今までのレポートのチャットログ見てるんですけど、リンクがみんなクリックできないですね。3本。じゃあ、ドットテキストでもいいかも。確かに。どれもよクリックできないような感じがします。で、あ、じゃあ、そうですね。スライドの、データは、もともとファイルじゃないので、そうですね、ファイル作るのは面倒です。確かに。でもなんか、それはもしそんなになんか重くないから載せてもいいよっていうことだったら、もうあのコピペしてさせてもらって、いいんじゃないかなと。あれスライドのってテキストでエクスポートできるかなんかなんでしたっけ？あ、そうなんですね。あれって、いや、ごめんなさい、僕も分かんないで言ってる。あれって最終的にどうなるんでしたっけ？え、皆さんどうやって作ってますか？私スライドのとこ開いて自分で一個ずつコピペしてあのレポートに貼り付けてましたけど、なんか多分あれ、あの選択連続でできると思います。まあ、あのスライドかコピペですよね。まあでもコピペはコピペなんですね。あのエクスポートできてなんかパパッとできるっていうものではないんですね。なんかエクスポートできればいいのにな。無料だとダメなのかな。ただ量的にはまあそんなに多くないというか、めっちゃくちゃ広いわけではない。なるほど、なるほど。そうかそうか。どうでしょう、ドットテキスト貼り付け案でいきますか。ページが欲しいか。テキストをリンクにしちゃって、あのリンクボタンを押したらダウンロードされるでいい気もしますよね。そのテキストファイルをあのメディアにアップロードしちゃって、でその URL をボタンのリンクにしといて、でクリックしたらそのテキストファイルがダウンロードされるでも。UD トークのログって、Ruby 振ってあるじゃないですか。ああ、そうですね。Ruby 振ってる時もあります。あ、なんか違うんですね。テキストファイルだったら Ruby がなくなっちゃうよなっては思ったです。UD トークのデータは、3種類取得できて、テキストのデータと HTML と、それから CSV のデータがついてきます。で、まあ、HTML を使ったときは Ruby が振ってあって、はいはいはい、テキストのときは振ってないっていう感じですかね。
なんで、まあ、どれかお好みのものを1種類をあげるっていう感じでになるかな。そうか、でもなんか、そのデータを再利用するとか考えるんだったら、なんか CSV であげちゃうのがいいかもしれないなと、今思いました。いつもこう見るために、こう、テキストか HTML であげてたけど、UD トークの CSV データですっていうボタンにするのもありということですね。うん、そうですね。うんうん、なんか CSV データですっていうふうに明記してあったら、それはそれでなんかいい気もしますよね。アーカイブとして成り立ってると思いました。CSV データ、よかったらそのデータを今見ることってできます？あ、はい、この前ですね、戦略会議チャンネルで中谷さんに投げたです。すいません、ちょっと見てみます。ありがとうございます。逆にそれをほら CSV で落とすことでこう有用なことがあるかみたいなのも正直あるかなと思ったんですよね。うんうんうん、あー、この形式見つかりました。はい、すいません、メガネさんには多分見えないチャンネルでごめんなさい。プライベートチャンネルです。CSV である必要もしかしたらないのかもなって思いましたね。テキストで、うん、このデータだと、データだとってこれ僕落としてみますね。ダウンロード、ダウンロード。なんかですね、今ちょっと最近私 UD トーク事情に、最新の事情についていけてないんですけど、この CSV が力を発揮するときは、YouTube の字幕とかに入れ込んじゃうみたいなことができるっていう利点はありますね。ありました。まあでも今は他の技術とかが発達してきてるから、それしなくてもいいかもしれないと、かもしれない可能性を今感じつつなんですけど。よいしょ。開くのに時間がかかった。よーいしょ。はい。画面を共有。一応こういう形式ですよね。だから、はい、日付時間と、はい、これは私のスマホで撮ってるんで、すべて私が発言した感じになってます。そうそう。多分時間発言、これが。発言者。そうです、そうです、そうですね。あともう一個、ここが何だろうぐらいなので、だったらもうなんか正直テキストファイルでもいいのかなとは思ったりしました。これちなみにテキストファイルでも見た目はこんな感じなんですよね。テキストの本でした。こんな感じですよね、確か。ちょっと待ってください。ああ、そっか。CSV 使える勢にとっては、まあ、何でもいいような気がしますけど、うん、CSV って何とかいう人にとってはテキストの方がいいかもしれない、ね。そう、しかも開いたところで、どうなるんだろう、うん。ダウンロードリンクになっちゃう可能性もあるし、どうだっけ。CSV ファイルはダウンロードされるのが優先じゃないかな。じゃあ、しずみさんは、その、なんだろう、テキストを、テキストファイルを、ドットテキストをダウンロードさせるんじゃなくて、うん、そのまま表示した方がいいっていうことですか。ブラウザ上で表示された方がよくないですか。いちいちダウンロードされるよりかは、と思ってます。僕あんまりなんか、ダウンロードされるの好きじゃないんですよね、個人的に。うん、ダ
ンロードディレクトリがめちゃくちゃ増えちゃうので、で、あと別のファイルを別のソフトを開かないといけないじゃないですか。うん、で、特に CSV とかが落ちると、Excel が開き出したりとかして、うん、結構 Excel って重いので、起動に対して。うんうんうん、と、なんかあんまり良くないかなって。確かに、ユーザビリティはいきなりソフトが対応して、そっちが開いちゃったりすると確かに。ブラウザ見てたのにいきなりエクセルがとかっていう、うん、確かに。でも古いエクセル使ってると多分結局このファイル見れないんで、うん、365使ってなければ多分見れないんで、 UTF-8 で落ちてきてるから、うん、文字コード文字化け起こして見えないっていう状態になるので、うん、結局なんかよくわからんの落とした。っていう風になっちゃう気がして、うん、そうですね、だったらテキストの方が、うん、ダウンロードせずに見れた方が親切な感じがしますね、うんうん、じゃあ同じページに掲載することは、うん、その線は手放して、カスタム投稿タイプの方でやっていく運用、んあ、テキストファイルをにリンクするでいいとは思います。個別にページを作る必要はない、うん、けど、うん、でリンクしたものがそのアップローズの中の URL として開くっていうことよね。そうそうです、そうです、はいはいはい、とかでいいとは思います。整形されてなくていいっていうか、うんうん、なんか CSV だったらそれを押しちゃうとダウンロードされるけど、そうですね、テキストファイルだったら、ダウンロードされずに、ブラウザとかで見られるっていう、そういうことですか？そうです今試したんですけど、やっぱり CSV は優先がダウンロードなのでってことは押したらファイルが落ちてきて、多分それを開こうと思ったら普通の人だったら Excel が開くと思うんですね。うんうん、そうですね。ってなると、あんまり良くないかな。で、多分そこに本当に明るくない人とかだと、下手すれば文字化けして表示されるっていうパターンも出てくるし、と、なんか怖ってなっちゃう。うんうんうん、そうですね。じゃあ。もうテキストが見えた方がいいかな。ということは、チャットと UD トークは、まず、ドットテキストのリンク。リンク。で、スライドは、スライドのログは貼り付け。なんかそのまま貼り付けていいのかな？テキストファイルを作る？作る？どっちがいいですかね。スライドも多分ほぼ毎回もう使ってるじゃないですか。うんうん。だからそれをまあ手間そんなにどっちも一緒か。レポート記事に貼り付けるのと、なんか私ファイル作るのめちゃくちゃめんどくさいなと思ってますなんかあるファイルをアップロードしてリンクするのはまあできると思うんですけど、なんかエディターを立ち上げてファイル名つけてそれを保存して一旦ローカルに保存してアップロードしてとかはちょっとなんか今心がすっざわざわしてますどうしましょうか。でもボタンは多分3つ並ぶんですよね。同じような動きをしそうなやつが3人並ぶんですよ、うんうんうん、確か。そっか一つだけ挙動が違うっていうのも問題がありましたね。そうなんですよね、そう言ってましたね。そう、そういう話がありました。どうしようかな。スライドのアンケート結果を載せる
ないという選択肢もあるかもしれない。私この間めんどくさくてなんかスクリーンキャプチャーを A って入れた気もします、ね、あの昔は載せてなかったですよね、うん、だんだんどんどん親切になってきてるけど、うん、どんどん親切になる、タイムまでできるようになって、なんか参加者属性とかがなんかこう分かりやすいなって思った時に載せたんですけど、うん、まあなんかそういうのも一応なんだろう、 YouTube 見ればまあ全部載ってるので、うんうん、じゃあボタンとして載せるのはなし、うん、もうなんかデータの掲載がなしでもいいかどうかちょっと検討したい、データの掲載をなしにしてなんかどうしても言及したいようなやつだったら、うん、まあそのままテキスト貼るか、うん、画面キャプチャーを貼るかみたいな感じにします、はい、はい、です、はい、ブログ担当はあらかじめ分かってた方がいいですね、今日今回は書くぞと思ったらキャプチャー撮ったり準備が、うん、まあまあ YouTube 上がってきたやつをキャプチャーしてもいいですし、はい、とか後からスライドに入り直してコストに、うん、あなるほど、はい、キャプチャー撮ったりって、うん、個人的な意見なんですけど、私は全部載せなくてもいい、いい派で、なんでかっていうと、まあ、アーカイブとしての財産になるっていう考え方はあるけど、載せないものがあることによって参加したい人へのインセンティブになるとも思うんですね。でやっぱなんか参加したいなっていうふうに、まあ、言っても YouTube 見たら見れるわけなので、あのそこを今結局アーカイブのアクセス数もそこまでないっていうことを考えると、あの別にそこのアンケート結果は載せなくてもいいんじゃないのかなって思います。ありがとうございます。じゃあこんな感じでいきましょう、うん、はい。ということはログがそもそもいらなくなった、あ、いやログはいるのか、あ、いやでもログっていう投稿タイプがいらなくなった、いらなくなったですね、いらないです、ですね、テキストファイルで、うん、テキストファイルのリンクを貼るばっかりっていう状態、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。後ろめっちゃ会議してる。中田さん向いてる方向が逆に。みんなスーツ。うん、あ、だいぶじゃあ、決まってきましたね。多分投稿タイプ周りは全部決定かな、うんうん、僕が把握漏れがなければ、うん、で、はい、ありがとうございます、メガネさんが出してくださった、こんな感じになりました。投稿タイプになったのが普段のポスト、これはレポートですね、はい、でお品書きと投稿者一覧とお知らせというのが親切です、うん、ことになりまして、でログはできるものはできたらテキストにしてイベントの詳細に貼り付けて添付するみたいなイメージで終えようと、もう何だったらなくてもそれは参加者へのインセンティブってことにしておこうっていうことになりまして、これでサイトマップも決まったのかな、作りまくれる状態に、そうですね、これで、はい、うん、これでほぼ確定かな、なりました。確定なんじゃないか。新しいお知らせがあったときってトップページにメニューをその時だけつけるってさっきちらっとお話してたと思うんですけど、それだけで特にトップページにあの最新の投稿はと最新の投稿として載るんですけど、新しいお知らせとかはトップページに載せたりはしないんですかね。あのもしアーカイブがいらなかったら、あのバナーみたいに、あのお知らせがビヨーンと出て、でもうそれを古くなったらそのバナーだけこうパッと消すみたいな感じでもいい気がしますね。でバナークリックしたらまあその記事に飛ぶ的なもので良さそうな気がしますね。メガネさん、さっきのあのスプレッドシート
もしかしたら今もう書き換えられたかもしれないんですけど、はい、スライドのところはテキストファイルって書いてあったのが、あれは掲載なしになって、はい、その上の、参加後アンケートっていうところは、はい、あれは何の予定だったんですか？参加後アンケートテキストファイルって書いてある。なんでしょう、私が見たレポートにはそういうのがあったっていうことだと思います。参加後のアンケート多分。下の方ですね。ああ、こっちか。これはそのまま継続して載せるですね。あ、テキスト。テキストというよりはなんか編集がいる気がします、ね、うん。本文中に掲載ですね。うん。じゃあ、Zoom のチャットログと UAD トークのトークログは、掲載するかも、みたいな。UD トークのテキスト？なんか UD トークのログって何パターンかで保存されてて、私、この間のレポートの時は HTML になってるやつをそのままコピペして貼りました。っていうのは、それだと Ruby が振られてるんですよ。なんで Ruby を活かした方がいいかなと思って HTML を使ったんですけど。ありがとうございます。テキスト、他のタイプだと Ruby がないんですよね。ただなんか そっちのなんかいろいろ作る作業の手間とかもあるよねみたいな話になり、うんテキストファイルをそのままがこうパッて表示されてそれでいいんじゃねっていう、うん、感じの話にさっき実はなってた感じです。了解です。まあ需要的にね労力かけなくていいとこだったらそれで全然構わない気がします、うん、どうなんだろう、かけた、実際ちゃんと世話ができてないので UD トーク側がこう全力は出せてない状態だと思うので難しいよね。あの精度を上げるんだったらその登録してる辞書をちゃんと整備するとかっていう必要が多分あるんですけど、その辞書そのものもあんまりデータ量が多くなっちゃうのは望ましくないので、そのもう固定で入ってる分とあとその回に合わせて差し替えるところとかっていうのがきっと発生していくので、そこまでの労力をそっちにかけられるかどうかっていうとまたそれはそれで別の話になっちゃうので、だからもうその意味ではまあその現状ぐらいでも、うん、っていう気はまあしないではないですね。そうですね、そこの精度を上げるのはすごい大変かな、うん。テキストにリンクっていうのはもうページも作らずにログファイルアップロードしてそれにリンクってことですよね。そうです。じゃあまあ、なんだろう。UD トークのそのタイプいくつかあるの全部別にリンクするでもいいような気がする。何タイプもあるんだったらそのタイプ全部上げちゃってもいいような気がする。そうですね、なんかなんで UD トークのログを上げ始めたかっていうと、アクセシビリティの会があったときに、森田さんっていう方、伊原ジュニアさんが全部書き起こしてくださったんですよね、内容を。で、森川さんですね、森田さんじゃなかった。で、なんかそういうことがあったんで、これはデータとして提供すると誰かのためになるんじゃないかっていうので、まあ、提供し始めたっていう経緯があったんで、でそういう点ではその中谷さんがおっしゃるように CS なんか他のデータも提供できると、うん、いいかもしれないですね、うん。でもボタン数増えるのはまたそれはそれでアクセシビリティっていうかユーザビリティが良くない気がしますよね、うん、あんまり増えちゃうとね、うんうん、ユニトークの、うん、あーまあそっかブラウザで表示できた方がいいんだったらテキストの方がいいのか、ZIPで固めてやっちゃえばいいじゃんって一瞬思ったんですけど。テキストファイルは、ボタンで、
HTML と CSV はもうちっちゃくテキストリンク、あ、下にヒュッてこう下にヒュッと、はい、仮でちょっと一手間ですけど、またそれか、あの欲しい人は10日以内に教えてねとか、どうですか？あの開催の10日間は CSV と HTML を保存してるので、あの主催者に言ってもらえたら お渡ししますとか。でもみんなに50人とか欲しいって言ってきたらみんなに送らないといけなくなる。そうですね、なさそうな気はしてます。確かに、なんかそういう時はこうツイッターとかで URL A って投げちゃって、ここからダウンロードしてっていうのも一つだと思うので、うーん、あとはうち私たちがアーカイブのデータとして持っときたいいかどうか。そうですね、アーカイブのデータとしてはあった方がいい気がするんですよね。じゃあ、はい、ね、今のところスラックに貼ってるだけなんで消えてっちゃいますけど、うん、そうか、まずそうか、スラックに生のデータを上げるっていうのはありですよね。そうするとなんかそのスラックに入ってる人は、それ欲しい人はすぐ取れるっていうのがある、うん、うん、それが良くないですか。欲しい人スラックに入ってくれればいいんですよ。いい、良さそう。そスラック特典ですね。そうそう、スラック特典なのか、もしくはそのまあおいおいこう、ま、今の話とはちょっと離れますけど、そのファンクラブ的なものを作るよっていう時のそっちの特典にするとか、なるほど、全部のログデータとかは全部そこに上がって取れるよと、ダウンロードできるよ、将来の再配布やめてねとか作って、あのその何ファンクラブっていうか支援してくれた人だけこのページに入れて見れるページとかに載せるとか、あのスノーモンキーメンバーズなんとかっていうあるじゃないですか、プラグインで、うん、ういうのですごい。キャンプファイヤーだと多分キャンプファイヤー側でそういう感じのページ作れた気がします。会員ページが作れるので、ワードプレス側で会員ページ作るのめんどくせえだっていうそうですね、あの個人情報取りたくないっていうのはありますよね、うん、あ、まあ、うん、マウティックの時にじゃあその話出ろよっていう感じではありますけどあの内部的にコンパスを持たせようっていう時でもやっぱ多分そこが頓挫した理由の一つでもあるとは思うんですよね。正直あの個人情報の管理がめんどくさいっていうか大変、そこに気使わなくちゃいけなくなるっていうのはあるので、だと本当にキャンプファイヤーとかに任せちゃうのも一つですよね。5年前のあれの UD トークの RCSV ってなった時に多分追えないと思うんですけど、それはいいですか？ないか、提案なんですけど、はい、Google ドライブに貯めておくというのはどうでしょうか。いつか Google ドライブいっぱいになっちゃうかもしれないけど、まあ、その時はお金もいろいろ入ってきて買い増しができるかもしれないで多分レポートに紐づいてる方が探しやすいとは思います。そうね、うん、それがそのどれぐらい、うん、出るかというか、どれぐらいアクセスがあるかにもよるかな。なるほど、アクセスされないかもしれないかって、うん、いやそのデータとしては内部的には持っていたいけど、でもその外部に行っていったらまあお裾分けレベルかなっていう気もちょっとしないではないですね。私は内部で持っとくつもりのぐらいのリンクのあり方かなと思ってました。レポートにリンクは貼るけど、実際は私たちをみたいに考えてはいました。内部だったら、あ、ま、クローン FTP で上げとく、上げといてあのアーカイブとして置いとくっていうのもありですからね。あのサーバーとして容量は多分、ですね、どんなにやっても余り続けると思うのであのレンタルサーバーの容量を使い切るウェブサイトってなかなか見ないので、それでもありなのかなとは思う。手間か。さんが気にしてるのはその検索性っていうか、
あの、なんていうんですかね、利用し しやすいかどうかってことですよね、その5年前の UD トークのあのデータは。どこから見ればいいんだってなったときに、はい、あれは30回目のレポートを見ればいいんだみたいな。リンクがあるな、どうせみたいな。誰かに聞かれても、あそこにあるよって言いやすいみたいな感じですかね。スラックだとこう5年前の、わーって探しに行くのかな。なんか検索するか。でも消えますよね、5000件以上は。それだったら、その、さっきの、なんだっけ、なんだっけ、UD トークのテキストと、もう一個、チャット、あれも全部ドライブにしちゃって、ドライブに、ドライブのどっかに、その、そういうテキストファイルだけ、テキストファイルっていうか、ログファイルか、ログファイルっていうディレクトリを作って、その中に第何回、第何回、第何回っていうフォルダを作って、で、その中にごしょっと入れとく。おー、すごい。でその必要なリンクはもうそこの Google ドライブの中の URL を貼っつける。まあ、あの共有権限どうするかっていう問題は確かにちょっと発生はしますけど、 Google ドライブだとそれだったらファイルは全部そこにあるから、うんうんうん、そのとりあえずそこ見に行けば絶対わかるっていうふうにはできますね。そうですね、なんならその1個か上の階層のログっていうところにリンクをしていたら、あのファイル上げるだけでよくないですか。第何回っていうのはもう自分で探してねっていう感じでそうか、それだったらもうあの再利用ブロックで、あのログはこちらっていうブロックを1個作っといて、うん、それをずっと使いますそれはそれで楽です。まあまあ、ログはこちらって書いてある先がフォルダでバッて分かれててもいいと思いますよ。うん、それはもうよくね楽ですね、うん、それ運用めっちゃ楽よね、うん、きっと最適化終わったらそこにボコンってあげればいいだけだもんね、うんうんうん、そうですね、なんかそれで良さそう、うん、そしたらもう UD トークのログは全部電子であげられるし、チャットもファイルで落ちてくるからそのままあげればいいし、うん、素晴らしいと思います。ブラウザで見るっていうのはまあ確かにドライブだとできないんだけど、まあでもログを見たいっていう人だって逆にドライブだったら見やすいですよ。開けたっけ？開けます。帰って見やすい。プレビューしてくれるので。あ、そっかそっか。素晴らしい。あの前やった大質問大会の時のスプレッドシートとかも入れられるようになったりしますもんね。ああ、そうよね。そうですね。あ、そっかね。そこから。あの、そこに紐付けとけばいいんですよね。うん、はい、うん。すごい。いい答えが導かれましたね。素晴らしい。ドライブじゃないですか。じゃあ、逆に言うと Google ドライブにそのディレクトリ作ろうぐらいですね。うん、あとは、まあ、Google ドライブの容量問題は考えないといけないですけど、15ギガなかなか埋まんないでしょ。で、だってテキストファイルでしょ。そもそもテキスト。画像が何千枚入るわけではないので。テキストファイルだったら多分僕らが死んだ後も誰かが継続してやってない限り埋まらない気がします本当。そしたら何しましょうか。ログとかにしましょう。ログ。で、そのログディレクトリの、うんうん、共有権限を URL 知ってる人にしちゃえば、うんうん、そこにアクセスすれば誰でも見えるので、うんうんうん、共有可能なリンクを。リンクを知ってる人。URL を知ってる人だったら誰でもみたいな。これ閲覧者でもダウンロードできるんですか？できます、できます。わかりました。はい、編集ができる。閲覧者、うん。そうですね、閲覧者に逆に言うとしとかないと消せちゃう。書き込みできちゃうもんね。編集できちゃう。なるほど。そしたら。今これ作ったので、あの皆さん これからここに貯めていきましょう。素晴らしい、ありがとうございます。次は何回だ？ブックマークシー。シャープ45。
なんかショートリンクみたいなので分かりやすくしておいてもいい気がするな。今あの Google のショートリンクってなくなっちゃったんだっけ？ Google のショートリンクってなくなった気がする。ビットリーか。じゃあビットリーにあれですね、これはちょっとおいおいやりたいことに入れよう。あのショートリンク用のズーム WP なんとか .wp ズームアップスラッシュログズみたいにしといて、あの僕のウィッシュリストと一緒ですよ。あの sl.sysmin スラッシュウィッシュってなってればっていう、あのビットリーはそれができるので、うん、独自のショートリンク、あれ有料アカウントじゃないとできないんじゃなかったっけ？僕無料です。あれもしかしたら今は有料なのかも。今まで使ってた人は OK で。なるほど、ありえる。分かんない。でも別にだったらうーん頑張ってショートリンカー作ってもいいっすしね。そんなにショートリンカー作るのって難しくはないんですよ。うん、ジョージさんが作ってた。ああそうですね、ゼロワンウェーブの、うん、タンみたいな名前のサービス、なんか そんなやつ。私あれよく使ってます。あれ今どこで動いてるんだろう。ボディーもビットリー独自ドメイン。そしてすいません、私ちょっと用事がありまして、そろそろ抜けます。ごめんなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日の朝ですかね。明日の朝9時半。朝9時半なので8時半前半で参ります。ではでは、お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、今有料になってるビットリー、本当だ、知らなんだ。え、あ、今まで使ってた人は OK ってことなのかな。わかんない。まあでもあれじゃん、まあ無料でもなんだっけ、ビットリーすら WP ズームアップとかはできるから、まあそんなんでもいいだろうし、まあまあその辺は、うん、僕のなんでもう今まで作った人はもういいよってことなのかな。そうかも。ではプラグインでサーチエブリシング見てたら、サーチエブリシングってなんか不具合があったの？あ、そうね、サーチエブリシング代替っていうのが候補に出てきて、あれって思ってみたら、多分もう開発自体が止まってんだ。サーチエブリシングは多分ね、もう更新されてない気がします。そうなんや。新規投稿時に、あ、そう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 、そうなんですよ。新規投稿するときにエラー吐くんですよ。で、投稿って押したら真っ白の画面になるんですよ。あらまあ。で、その後あれと思ってリロードすると、あの公開はできてて、ただ、うん、あのなんだっけ、あ、違う、真っ白じゃなくて、だからあれが出るんですよ、エラーが出ましたみたいな、はい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 、で、もう一回それで入り直すと当たり前のように公開できてるんだけど、メールも届いてる、届くみたいな感じになってて、なので使えないっていうか使いづらいので多分大体。久しく使ってなかったから知らなかった。サーチエブリシングぐらいのボブだったらプラグインで書いてもいいんじゃないかな。じゃあそこはダメかな。そこは弊社の凄腕のしずみがちゃちゃっと書いてくれますので。カスタム投稿もだってそうそう増やさないでしょ。うん、多分ね、あの
決め打ちでいけそうな気は。決め打ち、ね。で、まあ、カスタム投稿のメンテナンス性は必要だけど、サーチのメンテナンス性はあんまり必要ないかなっていう。例えば私、さっきのログのフォルダーに45回のデータを入れてみたので、うん、まあ、どんなことかちょっと見たり、うん、ダウンロードしたりしてテストしてもらえると。はい、ありがとうございます。ちょっと個人アカウントで見よう。ああ、さすが、ありがとうございます。全然いいんじゃないですか？はい、良さそうですよね。すごいレビューで全然見える、ね、レビューでいい。いいですね。HTML ぐらい？HTML はもう。HTML がテキストで開かれちゃう。Ruby でダウンロードしてみればいいですからね。うん、ダウンロードしてみてって話で。あ、CSV はもうスプレッドシート形式で出てくれるから、これはこれで。うん、これいいよね。安い、逆に。こっちの方が、これでよかったか。すごい、皆さんの知恵の深まりで、一番いい形。すごい展開。ああ、すごいすごい。見やすいわ。うん、うん、うん。うん。CSV はに至っては、本当にこっちの方がいいっていう。うん、素晴らしい。いいじゃないですか、これで。素晴らしい。すごい良さそう。もう。完璧だ。ねえ、あの、レポートの手間も減るし、本当これ結構地味に大変だったというか、うん、いやいや、ね、そこの手間減らすのもだって今回のリニューアルの結構な目的の一つなので、うん、目的ですからね。ありがたい。ディレクションの力で私たちの業務が多分だって正直 この案件が実案件だったとして、多分ここで収益化は出ないんだけど、逆に言うと労働力っていうコストを下げることで、そのお金をもらった分の労働力コストが下がったっていうので、多分売上貢献なんですよね。って考えると、これができるのが多分今回のリニューアルでの利点になって、じゃあ WP ズームアップさんはも収益が上がるのも、まあ、今後増えるだろうし、運用コストが下がりましたっていうのも一つなので、うんうん、そうですね、すごい。ディレクションとしても成功してる感じがありますよね。さすが、すごいです。じゃあ、わろとろ、わろとろ。今回に限って言えば、私は何にもしてないわけですけどね。ああ、こう。先導役がいないから進まなかった感が今まである、うんうん、いや本当そうですよ。で、あの、ありがとうございます、褒めていただいたんでついでに、で、この次にもうサイトマップがいい感じに決まったので、じゃあもういよいよ制作していこうぜって感じになると思ってまして、で、制作チームの人はですね、多分これからそのなんでしょう、カスタム投稿タイプ作ってみたり、あの、今いただいている GTM のタグを突っ込んでみたり、まあ、それ用の EGO のあのファイルを作ってみたり、などなどがあると思うんですけども、コンテンツ側の方として、この再利用ブロックとして利用できるものは何なのかいなっていうのを、やってみた方がいいと思ってまして、要はプロトタイピングしてみるというか、要は、実際に投稿タイプとして作るスピーカーを作って、まあ、A さんという投稿をとりあえず作っといて、で、お品書きという投稿タイプも作って、まあ、側だけ作っといて、じゃあ、とりあえずお品書き一回入れてみて、で、その中で今、コンテンツとして、Figma でやっていただいた中の、これとこれは再利用ブロックにできそう、これはできなそうっていうのをやってもらって、で、それを今度投稿のレポートに入れてもらって、で、その時にスピーカーの使い回しとか、再利用ブロックの使い回しとか、さっきのドライブのリンクとかを入れてもらって、あ、このフローがめちゃくちゃ高数として減っていいよねっていうようなことを、今のこのデモサイトの間にひたすらやってもらって、
どれを再利用僕にしようかなとか、ここはもうちょっとこうしたらより良くなるんじゃないとか、でその中できっとじゃあカスタムブロックとしてこういうのが必要かもとかいうのが出てきそうな気がしてますので、そのあたりの行動に進んでいただけると良いかなと思っております。はい、でなんかその課題をさっき書いたような気がするんですけど、どっか行きました。見つけて書いてくる。でこれじゃなくて、はい、はい、いやこの再利用ブロックとしてっていうやつじゃなくて、あこれこれこっちこれでした、これ、あそれか、新しいお品書きからレポートの動きを確認すべくデモの内容を作成するですね。作成するページはお品書きのページとレポートのページで、活用していただきたいのが再利用ブロックと登壇者投稿タイプの活用と、まあ、各種ログへのリンクみたいなやつとかを足してもらって、ああやこうやしていただくっていう作業をしないといけないので、その前に、先に投稿タイプをダダダって作らないといけなくて、で制作の、カスタム投稿タイプ を作るみたいなのがあると思うんで、なんかこの辺をやるってことですかね、をお願いしつつ、できたらそれをしつつしつつつつで、カスタムポストタイプ UI 使うってことであればもうそれでうおーってやっていただいたらいいかなって思ってますの作成にして、じゃカスタムポストタイプ UI インストールします。ありがとうございます。で、ここに作成するのがそれらですということで、サイトマップ参考にお願いします。で、ちょっと思ってたのは、そのこれは開発側の話になりそうな気がしてるんですけど、その、著者さんじゃない、スピーカーさんを呼び出すじゃないですか、きっと、お品書きだったり、あれだったりで、その時って、最新の投稿ブロックで賄えるぐらいな感じになるのか、それともスピーカー呼び出しブロックみたいなのを作るべきなのかっていうところの相談がきっと入ってきますかね。なんかもう本当スピーカーさんのタイトルとアイキャッチだけで表現するなら最新の投稿ブロックでもいけそうな気がしている。最近の投稿ブロックかな、最近の投稿ブロックに多分スノーモンキーはカスタム投稿タイプを選べる気がしているので、確かそんな機能なかったでしたっけ。で、なんか ID とか、はい、なんか名前とかで検索していけそうな気がするけど、その辺でカスタムブロックを作るか作らないかとか、なるほど、いうことが出てきそうな気がしますけど、まあそれはとりあえず今日はサイトマップができたんで OK かなと思っておりまして、うん、そしてあと今日できるナビゲーションとか、ナビゲーションはもういいんでしたっけ。さあ、よっこさんが今日考えてくださったあれを踏まえつつですよね。うん、デザインができました、ほぼ。あ、何ですか。デザインができました。すごい。中谷さん作業に入っていただけると思うのと、今確認いただけたら多分その他のこと進みやすいかなと思うので、トップ見ていただいても大丈夫。じゃあ純子さんからプレゼンを。プレゼンは、さやこさん大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。ところで、うん、ありがとう。なのでちょっとここに動画入るのはまた改めてですが、ナビゲーション、この間話したメニュー入れました。検索マーク入れてます。検索マーク入れてるんですけど、検索の動きはちょっとどうしたらいいのか、実際じゃあここからの動きっていうのを作ってみて、入れてみてから考えるのでもいいかなと思っています。で、これからの開催、わー、かわいい、素敵、ついてアイコン入れました。で、これまでの開催レポートで、ちょっとカクカクのここの下に文言入れたりとか、ちょっとしています。で、
すいません、フッターのところちょっと難しいかも、できなかったら言ってほしいんだけど、あのソーシャルのアイコンもちょっと目立たせたくってカラーのものにして、あのフォローミーって入れています。フッターメニューもあって、で一番下真っ黒じゃなくてちょいグレーにしてます。それぐらいの調整です。はい、ありがとうございます。うん、お願いします。あのできないところがあったら言ってください。はい、私がスノーモンキーの CSS をまだよく分かってないので、はい勉強しつつ、なんとかして、はい、なんとスノーモンキーフォントオーサムがデフォで読み込まれてますので、フッターのウィジェットエリアにあのアイコンのやつポチって入れたらアイコンポチって表示されますから、それに CSS でクラスつけて色つけてもらえば大丈夫かも。やった。なるほど。あそこにコンパスっていらないの？あ、そうそう、なんか結局それ前話した時にはコンパスなくなったので入れてないんですけど、あのメニューにはなくていい気はするんですけど、ブロナビにコンパス A はいらないっていう話はあったんで、うん、じゃあ SNS アイコンには混ぜちゃえばいいのかな、うんうん、でもコンパスは SNS ではないですよね確かに、まあ、コンパスのフォローしてもらいたいもの、うん、一つではあるような気が、うん、コンパスのアイコンってここから取っていいのかな、コンパスのアイコンの、ルールをご存知の方いらっしゃいますか？探してみましょう、はい、なんか普通にブランドリソースが提供されてたと思います。ちょっと私も思い出してみます。もしダウンロードできるところがあった、コンパスアイコンダウンロード、違うかも。コンパス。見つけたら教えてください。今じゃなくてもいいです。じゃあ一番下に入れましょうか。で、あ、ごめんなさい、ついでに言うとちょっと微妙な調整とかをしてまして、多分普通にスノーモンキー入れたらここもうちょっと狭かったりとか、あとここにあのカテゴリー表示されたりとかするんですけど、そういうの消してたりします。あと こことここの位置ちょっと変えてたりとか、そこら辺は細かいことなのでできなくても構わないです。あの、できるといいなっていうレベルです。です。はい、あ、コンパス、APR。これ、一番下までスクロールしてもらうと。あ、ありましたね。あったあった。はい、あ、じゃあ、これ、これもらいます。はい、お願いします。C だけより多分コンパスって入ってるやつの方がいいよね。うん、そうですね。C 見慣れないですね。C だと分かんない。なんだあ、さっきのスノーモンキーブロックスの最新の投稿ブロックは投稿タイプ選べました。選べますって書いときながらこう、あの書いてるギャゾのデータはあの投稿しかないんですけど。タイプってあるので動くはずで、動いてなかったら多分石を投げた方がいいと思う部分なので で出したい人を ID とかでも検索できるってさっきメガネさんおっしゃって、いいのかな、いや知らん、知らない、最新の投稿それは多分最新の投稿じゃない気がするな、それ中身を出さないといけないので、なんかもしでできるんだったらすごくよくって、できなかったら例えば前に登壇してくれた人がもう一回登壇するってなった時に最新に更新し直す必要があるのかなって思いました。うん、そうですよね、だから固定されたものでないとダメですよね、その、うん、A さんっていうもので出さないと、うん、だから ID をこう更新したら前のページも変わっちゃう、うん、最新に、あ、そっか、あ、そうですね、うん、
ID の配列を渡したら、それがこう、ぶわっと出てくるとか、なんか。だだだってね、うん。っていうブロックを作んなきゃいけない雰囲気がありますね。登壇者ブロック。そんなまさか、そんな誰かしらブロックがありますよ、きっと。そのおまけブロックじゃないかもしれないけど。なんかありそうですよね。きっと誰かが。特定の投稿だけをこう、指定の数拾ってくるブロック。うん。公開してないけど弊社のやつにあった気がする。なんか作ったぞって、ね、作ってもらった気がするぞ。すごい。多分でもこれ今めっちゃあると思うな、そのグループみんな作ってると思うな。メディアクエリーそのまま全部選べますみたいなやつ、うん、メディアクエリーじゃないや、WP クエリーのやつ全部こうポチポチでできますみたいな。あ、確かにそういう作りたいでしょ、みんな。なんかな、まだちょっとカスタムブロックの作成が僕は苦手なので、そこだけネックなんだよな。ね、だからちゃちゃっとやれる方がいいですよね。レイジーブロック使ってポチポチってやったらできるやつにしよう。レイジーブロック使ったことない。あとはなんだっけ、 ACF のブロックとか。ああ、そういうことですね。あの独自でちゃちゃっと作っちゃうっていう。そう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 、ポチポチやってカスタムブロック作っちゃうやつ。もっと簡単にやりたいじゃないですか。なんかもう。ありものでどうにかしたいですよね、正直ね。そうそう。ポチって選んだらポチって出るぐらいな感じで、田中さんって選んだら田中さんがいい感じに出るブロックっていうのが欲しいですね。なんか作った方が早そうだな。トロ先生来ないかな。トロ先生。読んでみる。トロ先生、トロさん1個ブロック作ってほしいんだけどっつってもうあるよって言われそう。もう作ったよそれって、作ったよそれってあるよって言われそう。作ったよって。確かに。いるかな。あ、なんかそういえばなんかトロにそんなの作らなかったっけ、マジで。うん、なんだっけ、あ、なんかそのブロックあるかも。確かにトロに作ったよね。なんか、なんだっけな、なんだっけな。アドバンスのポストブロックス。あ、それか。あ、それか。シンプルなんとか。あ、違うな。アドバンスとか。そっちか。それにそのセッティングがあるかどうか。カテゴリー、タグズ、APG、ポストタイプ、ピアレントページ。ないな。トロさん、フェイスブックメッセージ送ってみたけど、記録つかない、寝てるかも。そんなまさか。いやいや。今、トロさん、確かね、カスタムポストタイプパーマリンクスじゃないや、なんだっけ、パーマリンクのあのプラグインのリファクタリングをやってるはずなんですよね。あ、そういえばそんなツイート見かけた。そう、超絶頭のおかしいことをやってる。リファクタリングって何ですか。あ、起きてた。綺麗に書き直すことをリファクタリングっていうんですよ。でもうそもそもが設計とかもない、多分トロさんがそういう多分知識っていうか、そういうことを考えてない時期にあれ作られてて、だからテスト、ユニットテストが動かないらしいんですね。だから更新もできないでいるみたいな状態。だからもう一から綺麗にまっさらから書き直して、ほぼ書き直しですよね。綺麗に整形し直してっていうことをやってはいるっぽい。じゃあもう今すごい感じ。 URL だけ送ってみた。何か知らずに。
何も言わずにズームの URL を送るっていう。リクを連らせやと。夜の11時13分に。怖い怖い。いや、ちょっとギレ気味できますよ。入ってこなくてもいいよっていう気持ちを込めて、あの説明するとね、来ないといけないかなって思うかもしれないから。きっとすごく今喜んでいると思いますよ。怖い怖い。あ、すごい。あ、さすが。怖い怖い。こんばんは。ヒーローが来た、ヒーローが。うん。今私たちにはトロさんの声が聞こえた。声がちょっと小さいかも。はいはい。おはようございます。です。おはようございます。今私たちにはトロさんの力が必要らしいです。ヒーローとして。しかしその説明を私はできないので。何の話や。しずみさんお願いします。まずこの会が何なのかって、こうこんな時間になんでこんなに大の大人が集まってるのかと言いますと、はい、WP Zoom App のウェブサイトのリニューアルプロジェクトの会議中というか、まあうん、なんかそんな気持ちだなわけですね。で、うん、今一つまあ、ちょっといろいろ投稿タイプとかを作って、レポートとかを書きやすくしようみたいな話になってて、その中で投稿タイプとして、登壇者っていう投稿タイプを作って、そこに情報、記事として情報登録しといて、それをレポートの記事とかから呼び出せるようにしたいと、で表示されるようにしたいと、設定してある内容というか、記事を。登壇者各登壇者っていうのが一つの記事になってて、エントリーになって、そう。あー、で、それになんかその発表内容みたいなのが紐づいてるみたいな感じ？それは超できたらいいなパターンで、その前にまずあのレポートページとかお品書きとかあるじゃないですか。はいはい。あそこのページにその記事 ID とかをえいって貼ったらとか、誰々さんってこう名前で置いたら、はいはいはい、その設定されている記事の内容がそこだけ読み込まれる、カードとして読み込まれる感じ。ああ、はあ、はあ。っていうブロックが欲しいなっていう話。ああ。で、トロさんが言ってくれたそのさっきのやつは、それで逆引きもできるといいよねっていう。だからこの人はこの記事に紐づいてるみたいなのがどっかで取れると、それはそれでまた嬉しいよねみたいな。でも逆引きとかをまともにしようと思ったら、やっぱ、まあ、ブロックは所詮表示形式なので、うんうんうん、まあ、カスタムフィールドないし、カスタムタクソノミーみたいなことは考えないといけないような、うんうん、ですよね、うん、だからあの、わかんない、ワードキャンプのサイトの中身見たことある人いる？今、現に目の前に開かれておりますけれども。うん、ワードキャンプのやつってなんか、そう、スピーカーってのがあって、で、あのセッションってのがあって、なんかそれで、なんかタグみたいな風になんか、うんうんうん、その入れていくと、なんかそれが紐づくとかなってんだけど、うん。なんかブロックは多分どうやって出すかって問題で、なんかそうね、だから投稿と投稿を紐づけるみたいな仕組みを最初にこさえた方がええんちゃうかなと。そうね、投稿と投稿を紐づけるは、うん、でそこで、でなんだろうな、まあブロックか、まあ、テンプレートかどっちでもいいけど、その値を見てなんかその例えばレポートから登壇者に飛べるように、まあ登壇、まあその逆もできるようにみたいなっていうのはふと思ったけど、どうすかね。そうですね、どっちにしろなんだ、もうあのワードプレスのデータベース使わなきゃいけない時点でもうゴリゴリ PHP 書くこと確定なんで、
まんまブロックにこだわらずにやってもいいのかなって気はする。うん。うん。うん、まあ、まあ、そもそも、まあ、どうなんだろうな。まあ、でも、ユーザーで管理しちゃうのはめんどくさいもんね。あくまで。あくまでだから。追いついた。ブロックじゃない方がいい気がしてきた。もうブロックショートコードの、ショートコードの方がいい気がしてきた。使い勝手が。そう？ね。どうなんだろう。ブロック、どっちでもいいと思うよ。ショートコード、ショートコードもブロックも、あの、見栄えの問題なんで、多分大差はない。大差ないかな。大差ないんだったら、ブロック、うん。ブロックの方がいいね。うん、今時だったら、ブロック。うん、大丈夫？なんか今、話だいぶ、なんか、ポカーンとしてるみたいな空気はなんとなく俺察してるよ。僕もちょっと察してどうしようって今思い始めた。私のことは置いててください。とりあえず、そろそろ一回録画を止めますか。決めるべきマネジメントじゃないや、投稿タイプの方は一通り終わって、今からが多分開発者チームの動きになってきますよね。うん、なので、録画は一旦止めちゃって、そこから開発者チームの話に行きましょうか。はい、わかりました。じゃあ、録画をご覧の皆さん、さようなら。ありがとうございました。この後何が話されるんだっていう。じゃあ、止めます。こっち。あ、止まった。